全国一のだるまの産地高崎市で競技化されただるまさんが転んだの大会が開かれ、家族連れが秋空の下ゴールに向かって走りました。だるまさんが転んだ。高崎高島屋の屋上で行われたのは、競技になっただるまさんが転んだです。昔ながらの遊びを競技化した全国だるまさんが転んだ選手権大会は、だるま発祥の地である奈良県王寺町で2021年から開かれています。だるまの一大産地である高崎市でも、高崎高島屋などがこのイベントで地域を盛り上げようと王寺町の協力を得て去年から開催しています。競技は障害物が設置された幅10メートル、長さ15メートルのコートの中で、制限時間2分以内にゴールを目指すもので、年齢制限なく10人ほどで争われます。高崎駅のペデストリアンデッキで開催された高崎ハロウィンとの連動企画でもあり、仮装することが参加条件で、子どもから大人までお化けや人気キャラクターなど、さまざまな格好で競技に臨みました。参加した人たちは鬼の様子をじっくり観察して動いたり、一気に走ったりしてゴールを目指していました。今日は茨城の守谷市から参りました。娘とやっぱり思い出作りをしたかったので、参加できてよかったと思います。楽しかったです。面白かったです。頑張ってました。ゴールした瞬間はどうでした？嬉しかった。また参加してみたいです。